残念ながらチームは敗れてしまいましたけども、自身2得点ということで、このあたりいかがですか？そうです、まあ、チャンスで得点できたのはすごく良かったですけど、まあ、チームが勝てなかったことが一番残念です。はい、今シーズン、ね、怪我などもありまして、出場数も少ない中、不本意なシーズンだったと思うんですけども、今日の2ゴールでちょっと吹っ切れたんじゃないですかね。そうですね、まあ、自分が出れない中、夏場とかはチームがすごく頑張って勝ち星重ねてたんで、まあ、自分が入った時に、しっかりチームに貢献することを考えて今日も試合に入りました。出られない時はどんなお気持ちだったんですか？まあ、やっぱり悔しいですけど、まあ、しっかりリハビリに励んで、まあ、自分が、プレーしている姿を想像しながら上で見てました。もやもやした感じ？そうですね、まあ、ちょっといつ復帰できるか分からない状態だったんで、まあ、ちょっともどかしかったですね。これで、まあ、今日ゴール通算8ゴール目ですけれども、自分の中でよしまたやれると思ったのは1点目ですか、2点目ですか？そうですね、まあ、1点目の方が自分的にはうまくいったかなっていう感じで、まあ、2点目は前線でみんながプレッシャーかけてたまたま自分のところにこぼれてきたっていう感じなんで、まあ、本当にみんなに感謝したいと思います。いずれにしても他にも怪我人が多い中、今チームはどんな状況ですか？そうですね、まあ、本当に若い選手もいますし、まあ、そういう選手が試合を重ねてすごく成長していると思いますし、まあ、本当にシーズン序盤に比べたらすごくチームは成長していると思います。まあ、今日残念ながら敗れてしまいましたけれども、昇格に一番やっぱり近いところにいるわけで、次節へ向けての抱負を聞かせてください。そうですね、まあ、次はホームで2試合連続できるんで、まあ、しっかり、そこに勝つことを目指して、またしっかり準備したいと思います。昇格も早いうちに決めたいですね。そうですね、まあ、一戦一戦頑張ります。ありがとうございます。はい。